造が2列があったんですよ、お店が。あ、はい、そしてその時に先代のばあちゃんが、はい、あの前の方でされてて、はい、でこのビルが建って何年ぐらいだろうかな、約40年。あ、もう40年になった時に2代目のおじさんがこの場所でされて、はいはいはい、そして7、8年されたのかな、はい、それから自分がもう30年、はあ、っていう感じですよね。もともとはあれですよね、だからもう最初のなんか記事で書いたあの山根のおばあちゃん、はいはいはい、山根のおばあちゃんがされてた、されてたので、もうそっから数えるともう70年近くなるのかな。そうです、そうです、70年ぐらいになります。ああ、ちょっと前まではまだ福岡にもね、そういうお店ちょっとあったんですけど、でもものすごく心の優しいおばあちゃんです、はいはい、だけど最初僕も初めて会う時は怖いかったんですけど、はい、ものすごくよくしてもらいましたね。で、なんかもうだから一番最初にこちらのお店に来られた時は小学生くらいの時、もっと前。そうです、小学生です。はは。ね、なんかお父さんに連れられて、あ、そうです、そうです。来てたっていう。はい、あ。小学生なんです。はあ、なんかね、まあわからないですけど、初めてこちらのラーメン食べられた時ってどんな印象だったんですか。もうちょっと記憶がね。いや、もう記憶はあるんですけど。はい、初めて食べた時に父に美味しかったって言った記憶はあります。へ、それだけはまだ覚えてますもんね。初めて食べて、はいはい、初めて食べた時に外で出た瞬間に美味しかったって言って、はあ、それは覚えてますね。チャーシューです。でもさっき言われたみたいに、まあ、ちょっと将来的にはその熊本とかで修行したりとか、はい、なんかね、ちょっとは考えられてた部分はやっぱりあるのはあったんですよね。あ、そうですよ、父と話し合って、はい、まあ、サラリーマンしてたんですけど、はい、まあ、その話はですね、はいはい、25ぐらいから修行に行って、はい、30ぐらいで自分の店を持てればいいねっていうのはあったんですけど、はいはい、まあそれが急に突然っていうかね、そうですよなっちゃったっていう感じですね。急だったんです。で、方がその味を引き継いでいくってかなり珍しいかなっていう。そうですよ ね、 今ね、だってそのお店で修行してたわけでもないからですね、そもそも。そうです、そうです、はあ、ここでもう習いながら、はあはあ、2代目の時はもう見ながら覚えましたね。こうせろ合わせろとは本当に言われんやったです。はあ、その矢内さんの時、はあはあ、で、まあ、見ながら覚えて、はあ、で、ある時、もう来週から本件って言われて、はあはあ、と思ったけど時代が、時間がね、その70年経っちゃってるからあれですけど、もう70年前だともう豚肉そのものが全く別物ですもんね、材料はね。そうですね、今今日だけどもうあの何ですかあれ、ラーメン、あのチャーシューだれ、はは、チャーシュー煮るやつとかはもうずっと先代のばあちゃんが最初にしてくれたのをずっと継ぎ足してじゃあもう何十年っていう。そうですか。でもちょうど一回やり直し、最初にばあちゃんが作ってもらったものを、はい、僕自分が初めてで継ぎ足しで、チャーシュー煮てます。はは、なんですけど昔当たり前にできたことをね、今また同じようにやろうとするのってすごい大変なんですよね、やっぱりね。大変でしょうね。同じようなものを、昔当たり前だったものを今作ろうとするっていうのは、ものすごいね、困難なことであってです。そうですよね。はあ、もうここのラーメンってやっぱりね、すごいこう、結構、なんですかね、クロード受けする部分もあるんじゃないかなっていう味だと思うんですよね。ああ、ねえ、なんか、やっぱり今いろんなラーメン屋さんがある中で、
だからね、僕とかはそのいろんなそのラーメンの生地変えたりとかしてる人とのお名付け合いとかもあるんですけど、やっぱりもうそういうラーメンマニアの人はもうね、間違いなくみんながみんな好きな味だろうなと思う。でも最初はやっぱこってりの好きな方とかは、はい、多分物足りんじゃないかなとは思いますけど、はい、こってり2、3回食べたら2、3回食べてくれたら、はい、多分もうこの味になれると思います。そうですね、でそのチンタンとかシャンタンとかね、パイタンとか、ね、とか、はい、いろいろあるんですけど、なぜか豚骨に関してはそういう名称はあんまないですけど、す、ね、基本同じですもんね、容量っていうかね。営業で背脂、ええよ、じゃあ使ってないって背脂もラドも使えよ、ランプリは、はいはい、まあまあね、もう使ってないところがないような感じで捉えられてるんだと思うんですけど、潰さずにずっともう煮込む感じですね。で、ちょっとこの大段階でもうちょっとひどいならね、よかったらいいけど、ラーメンだけでもてんてこまい詰まったらてんてこまいになるから、そうです。Thank you.
先に握りを、はい、すみません、どうもありがとうございました。大盛り食べた。大盛り食べました。よく来られるんですか、こちら。たまにですけど、月に1回、2回ぐらいじゃないですかね。来るのは頻度としては、はい。普段はどんなラーメン食べられます？あ、やっぱ豚骨が多いと思いますね。豚骨ラーメンっぽいのが、はい。こちらのラーメンはどんなところが好きですか？やっぱですね。豚骨っちゃ豚骨なんですけど、なんか普通豚骨よりもなんか脂っぽくないというか、ちょっとまあそれもさっぱりしてるような感じが僕はするんですよ。はい、それとか結構こう美味しいなと思いますね。はい。今日は何食べられてる？普通のラーメンです。こちらもやっぱり一緒によく来られたりとかされてる？そうですね。私も月に1、2、3回くらいですかね。はい。こちらのラーメンの味の印象ってどんな感じですか？あっさり系なんですけど、はい、ちょうどいいんですよ、昼にランチに、はい、あんまりこってりしすぎてると、はい、ちょっと眠たくなるというか、昼からですね、はい、ちょうどいい美味しさ、ちょうどお昼間に、はい、あ、じゃあ結構お仕事のあご休憩時間に来られたりとかっていうのが結構多いです。はい、すみません、はい、すみません、ありがとうございます。はい、何年ぐらい前から来られてることですか、こちらのお店は。私らの前からでしょ、うん、前から、あ、じゃあ2代目っていうか先代の方からもうお客さん、いや、私らの上様よ、私はどれだっけ、うん、はあ、30年くらい30年くらい、こちらも常連さん、こちらも常連さん、前はね、春日丸のあっちの方やったのね。ああ、ああ、お店のおばあちゃんの時、お店の店の前。ああ、じゃあ初代のおばあちゃん。初代の時に今日来て、はいはい、俺は病気やら何やらかんやら来た後にここにちょろっと食べに来たら、味がその時の味やから。そしたら、いや、なかったら、あ、おさたにって言われてますね。入院してね。元気になって。病院だけに真っ先にここのラーメン食いに。ありがたいことよ。ごめんなさい、1130円です。ありがとうございました。すみません。ありがとうございます。明日が本当のが欲しいな。ポテト。
らっしゃいませ。貴重なお話とかですね、いろいろなあの絵を撮影をさせていただきまして、どうもありがとうございました。やっぱりね、あのすごい貴重なラーメンなんでですね、やっぱり今後またあの後継者の方もですね、見つけてなんか末永くやっていただきたいと思いますので、またよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。今日はどうも、今日はどうもありがとうございました。お疲れ様でした。失礼します。